ビデオの撮影のテストですね。日付が8月16日火曜日、場所は自宅で、時間は夕方の5時20分です。スマートフォン、iPhone のスマホを1メートルぐらい先に固定して今喋ってるんですが、リモートスイッチでオンオフのテストをしたんですけども、うまくいきませんので、今は iPhone の単体で、他のケーブルはつながらないで今喋っているところですね。確実に分かった点は、1メートルぐらい離して、固定して小さなミニ三脚に iPhone をセットしてですね、そして喋るのが一番確実ですね。その場合、iPhone のマイクロフォンは本体に内蔵されたマイクロフォンですから、1メートル以上離れると声が聞きにくくなると思います。あと周りのノイズがある場所では、マイクロフォンの声が小さく録音されてしまうでしょう、はい、ということで今日分かったテストは以上です。では終わります。